もくんチャンネルです。はい、今回はね、これを紹介していきたいと思いますが、これ僕が、買いました青島のキットで、これクレスタ90のクレスタと、チェイサーですねが両方入ってる部品っていうか、そのキットになります。はい、これをね、買ったので、少しだけね、紹介します。これ袋からまだ開けてないんですが、僕ねこのクレスタはねまあ置いといても、チェイサーがね90のチェイサーが、プラモデルで欲しかったので、まあ買いました。はい、で箱ですね、チェイサーの場合はまあこれまあ普通のねツアラー部員もできるし、普通のこれはチェイサーやったらアバンテかな、アバンテとかで、クレスタは何て言うんかな、まあそうですね、普通のね、こんな感じのやつですねにもなるし、ツアラー部位にもなるしっていうやつですね。はい、これボディは、2種類はいついてます。チェイサーとクレスタですね、はい、がついてます。はい、で僕今ね峠シリーズの、90のマーク2はツアラー V はね作ってるんですが、まあこれで90のねチェイサーとかクレスターですねでやったら3台揃いましたんでね。はい、で箱から開けたらこういう風にね、こういう風に、こちらは見にくいと思いますがけど、チェイサーですね。はい、チェイサーになります。はい、でこちらがクレスタですね。はい、になります。でこれフロントのこれはリップスポイラーかな、はい、メッキのやつがクレスタとチェイサーのこう2つついてますね。はい、でホイールも、これあれですよね、ツアラー V の方とで、ノーマルの方ですね。はい、になりますね。はい、まあ、これね、シャーシは、はい、シャーシはこれ一つになりますが、ボディはチェイサー、クレスタ、二つあるんですが、まあどっちかが作れるっていうやつですね。はい、まあボディでねどっちもそのクリアパーツとかも全部つけていたら、はめ替えたらねどっちもになるっていうやつですね。はい、これね
まあ、クリアパーツ、うん、ガラス面もクレスタチェイサーどちらの方も入ってます。はい、で、そうですね、内装は1個ですね。内装はまあ90のクレスタもチェイサーも、マーク2もまあ一緒やと思うんですけどね。はい、こんな感じでなってます。で、まあ後ろのね、リアのスポイラーとかはどっちか2つついてますね、これね。はい、でエアロとかもついてて、で、ダッシュボードもついてますね。まあこれは、90の3兄弟は一緒ですね。はい、なんかかっこいいエアローパーツもついてますしね、クレスタもこれなんかビレットグリルみたいなやつとかもついてますね。でホイールもこれなんかこれはチェイスあれかな、XRV のやつかなって思うんですけどね。もうね、リアスポイラーとかエアロとかも足回りとかもなんかいっぱいついてるんで、まあどちらかかっこいい方とかね、が選べると思います。はい、部品の数は多いですね。はい、でメッキのこれですね、グリルとかになりますね。はい、でデカールはまあまたね、これ今のところちょっと見れないので、また作るときにね、デカールとかも紹介します。はい、こんな感じで、僕が90のね、これチェイサーマーク2、マーク2ではクレスターですね、まあどちらか作れるやつですねを買ってきましたので、これまたね、作るときに紹介します。はい、こんな感じでね、まあ、僕はこのチェイサーが作りたかったので、まあこれね、箱ではツアラー V になってるんですけど、僕はノーマルの方でね、アバンテかなの方で作りたいと思いますんで、またよかったらね、次回の動画これ作る時にもう一度紹介しながら、やってみたいと思いますんで、よかったら次回の動画を見てくださいね。はい、それでは今回はこの、90のクレスタチェイサーですねの紹介を少ししましたので、よかったら見てください。はい、お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それでは、バイバーイ。